果たして奇跡は起こるのか。U20 女子ワールドカップ韓国対ドイツ、リアルタイム編集で見届けましょうや。選手入場で間もなくキックオフ。今のうちに情報を整理しておこう。韓国は1勝もできず勝ち点1の得失点差マイナス1で最終戦。一方のドイツはすでに突破を決めてる。ターンオーバーも考えられたけど、これまでの2試合と大きく変化はないわね。細かい入れ替えはあるけど。だな。韓国はこの試合が終わった段階で突破は確定しない。負けた場合のみ敗退が確定する状況にある。3位の成績上位4チームまで突破できることでややこしい。本当にややこしいわよね。他会場の結果次第と。でも勝てばほぼ決まりかなと。問題は引き分けた場合ね。勝ち点2にしかならないけど、実はこれでも突破の可能性がある。前半キックオフ。引き分けた場合はグループ E のガーナ対ニュージーランドが引き分けに終わった上でさらに、グループ F でアルゼンチン対コスタリカで引き分けに終わった場合のみ突破できる。ドイツに勝った場合はこちらもこの後行われる試合次第。グループ C と F の結果次第。得失点差を考えるとかなり有利だけど、アルゼンチンはコスタリカから大量得点する可能性があるくらいかな。まあ勝てばほぼ決まりと見ていいだろう。勝っても引き分けてもこの試合では確定しない。試合はリアルタイム編集するが、確定の瞬間はまた別撮りで動画の後半に付け足すよ。動画上は途切れないけど、唯一確定するのは負けて敗退の時だけ。ド派手に頼みますよ。試合は立ち上がり11分経過。一度韓国がキーパーと1対1になって決めきれないシーンがあったが、これはオフサイド判定。全体的にイーブンって感じだな。あ、ごめんなさい、寝起きで頭が回らず間違えてたわ。これ引き分けでも裏のナイジェリア対ベネズエラ戦の結果次第で引き分けでも敗退の可能性あるわ。ベネズエラが勝った場合、同時に試合が行われてるからそこも一緒に見ながらだな。韓国とドイツってなんかよくワールドカップでやってる印象あるわ。しかも結構ドイツやらかしてる。そして16分にドイツミドルシュート。キーパー正面だけど威力あったわね。あ、ナイジェリア先生。だな。だからわからない部分もあるんだよな。ベネズエラにも頑張ってもらいたいわね。勝てばかりに韓国が引き分けならその時点で敗退決まるし、続けて別取りはするけど、この試合で確定しないってのがなんとも微妙すぎるからな。うわぁ、ドイツ何してんねん。韓国ゴールキックからヘディングパスでのボールで抜け出して1対1をしっかり決めて先制。ひどいディフェンス。ドイツは突破も決めてるし気持ち的な緩みとかを感じる失点シーンだったな。こうなると韓国が突破に圧倒的有利ね。パラグアイがアメリカと引き分け以上かつ、アルゼンチンがコスタリカに4得点以上で勝利しない限りは、ドイツマジでしっかりしてくれよ。毎回毎回韓国にやられすぎ。日本にもフルボッコにされてたし、アジアに苦手意識ついてきた説あるで。まあドイツ何してんねんって気持ちはあるけど確かに状況が難しいよな。突破を決めてるのと突破をかけての試合ではどうしてもモチベーションの差は生まれる。ナイジェリア2点目。もうそちらはほぼ勝負ありって感じね。となると本当にドイツ頼みますよ。こちとら早起きしてみてるんだから。31分まで来て決定機らしいものがないのがやばい。点が入る気がしないぞ。韓国の試合全部に言えるけど、なんだこのつまらない試合は。塩試合にも程があるぞ。モチベーションの差はあるにしても、あまりにもドイツひどすぎだろ。やる気なさすぎでしょ。適当に流してる紅白戦みたい。サポーターの盛り上がりがないからなおさらそう見える。今大会見てきた中で一番面白くない試合だ。ドイツはサイドからの放り込みか無理やりミドルしかない。崩しの形が全くなく、可能性を全く感じない。ここまでひどいのをモチベーション一つで済まされるんだろうか。中央攻撃一回もないんじゃない？朝5時にこの試合はきついって。猛烈な眠気に襲われる。これは強烈な睡眠導入剤だぜ。ようやくドイツがチャンスになりかけるけど、カットインからのシュートはディフェンスブロック。41分だぜ。見どころなさすぎだろこの試合。ドイツはミス多すぎじゃない？目の前の相手にもまともにパスできない。これ何回目？お世辞にも強豪国とは思えないレベルだ。これでは点が入ることは絶対ないし、むしろカウンターでやられる可能性の方が圧倒的に高いな。あまりにもドイツがひどすぎてむしろ韓国を応援したくなってきたわ。よっぽどよこれ。前半アディショナルタイムもほとんどないだろうし、何のために早起きしたんだろうか。ここまでは見るのがただただ苦痛だ。個人プレイのオンパレードね。チームになってない。毎回サイドに逃げては囲まれて苦し紛れに強引にクロスして簡単にクリアされるの連続。クロス練習かな？クロスの神、モイモイですらもっとまともな形でクロスやってたぞ。ドイツのメディカルに中澤みたいなのいてくさ。このメディカルスタッフを前線に置いた方が点取れるんじゃね？あのアフロからはなぜかボンバーヘッドが生まれそうな気がする。前半終了。1-0韓国リード。ひどい試合ね。とにかくドイツがヤバすぎる。
ひどい死を試合だ。誰か助けてくれ。私はなぜ早起きしてこんな拷問を受けにゃならんのだ。霊夢が言うようにあまりにもドイツがひどすぎてむしろ韓国を応援したくなる。勘弁してくれ。しかも裏のナイジェリアは3例だからね。ドイツは2位通過の可能性も出てきて散々やな。自業自得だけど、後半も3点追加したら入れ替わるぞ。ドイツはマジで後半しっかりしないと。もうあまりにもひどすぎて勝つのは不可能だろうからせめて引き分けに。1点なら事故でも入るからね。どうせ崩せないならモイモイリスペクトのクロス1000本ノックや。おかしなテンションになるくらいにはひどい試合だ。後半修正してくれ。でもこういうチームが優勝したりするからサッカーってのはわからん。決勝トーナメントに向けて配分が上手いのが強豪国だからね。ドイツからすればこの試合なんてどうでもよくて、この先のが重要だもんね。だな。さあ選手出てきて後半キックオフ。U20 ワールドカップは日本戦を中心に投稿しているので、今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。高評価ついでにコメ欄でこの試合の感想も聞かせてね。このチャンネルはサッカー専門の動画を基本的に毎日18時に投稿しています。イベントがあればこんな感じで別時間にも投稿するけど、再生リストもぜひ利用してね。まだ立ち上がりだけど、ドイツは2回ほど裏をついてるな。前半では全く見られなかった動きだ。これが続くかどうかね。ここまでは前半と明らかに変わってるし、期待できるかもしれん。というか頑張ってもらわないと困る。ふと思ったんだけど、ドイツ行く、でも興味持ってもらえるかもね。日曜日だし試してみようか。そもそもこの状況で韓国が突破となれば奇跡的だもんな。やってみようかせっかくだし。メンバーシップ限定にしようかとも考えたけど、やってみて反響があるなら次も同じような状況になった時投稿できるし。ちなみに限定動画が見られるメンバーシップは概要欄から。56分、ドイツに決定機。左サイドからのクロスに中央フリーで合わせるもミートせず。その直後には韓国が抜け出してシュートもサイドネット。こっちのが決定機だったな。ドイツのはミートすれば1点、韓国のはせめて枠内に飛ばせば。まあ何にしても、前半の地獄のような試合内容からすれば後半は全然いいな。てかあれね、グループ E と F は明日だわ。寝ぼけすぎてて自分でも笑う。動画付け足すも何も明日ではね。まあでもグループ C はこの後あるから、そこでパラグアイが負ければ韓国の突破が確定する。そうなればこの動画で別撮り追加できるわ。一番はドイツが引き分け以上に持ち込むことなんだけどな。PK のチェック。ハンド?背中じゃない?今のは明らかにな。ドイツ残念。68分、韓国決定機も決めきれず。2点目取られたら終わりね。引き分けに持ち込めば他のグループの結果次第。ドイツが勝てばその時点で敗退決定だな。冒頭で言ってたの間違ってた。寝ぼけすぎやろ。今度はドイツ側の PK チェック。お腹に当たってから手に当たってる。これも PK なし。75分まで来てしまった。危ねえ。韓国中央フリーでシュートもキーパー正面。決定力なさすぎてドイツは助けられてる。どっちが強豪国だよ。韓国はペナルティエリア内に侵入何回もしてるけど、実はドイツって全くできてないのよね。決定機も全部クロスからだし。前半よりはマシになったけど、それでも得点入る気配が全くないからな。でも1点差だから自己的なものでも起きる可能性がある。せめて引き分けに持ち込んでほしい。残り9分とアディショナルタイム。ドイツは攻撃の形が全くないままこの時間。韓国はむしろチャンスが多くできてるわね。韓国がいいというよりはドイツがあまりにもひどすぎる試合だな。これだけ攻撃の形が皆無ならそりゃカウンター受けるわよね。クロスしかしないのにそのクロス精度もまた絶望的だし。うわぁ。せっかく数的有利なのにありえないドリブルミスで台無しに。もうダメみたいですね。は?何今の?ドイツ、左からのクロスにファーでヘディングシュート。中央ドフリーで選手いたのに。今のヘディングで折り返してたら1点だっただろ。なぜヘディングシュートしたし。ありえない。ここまで見てきて思うんだけど、とてもドイツは強豪国に見えない。全体のプレイもだし、細かい技術にしても全部。一定のレベルに達してない。モチベーションのせいなのかは知らんが、あまりにもひどすぎる。このグループって全体的にレベル低かったわね。韓国は組み合わせに恵まれた。他のグループならとっくに敗退確定していただろう。アディショナルタイム8分。VAR もあったからね。でもドイツが得点取れる気が全くしない。ドイツが得点取るよりも韓国がとどめ決める方が圧倒的に確率高いよな。これだけひどい試合したら韓国応援した方が冗談抜きでマシだわ。ナイジェリア4点目。そして残り30秒。はい試合終了。1-0韓国勝利。当然の結果だわ。ドイツは完敗という他ないだろう。あまりにもひどすぎた。負けて当然だ。韓国の選手も泣いてるな。
まだ決まってないけど、もうこういうふざけた試合するなら韓国を応援するよ。ドイツはひどかったけど韓国良かったわね。普通に行く姿見て笑ってやりたかったけど、素直におめでとうと言いたいわ。突破はこの後の結果次第だけど、ほぼ確定だし。ってことでリアルタイム編集はここまでにして、この後パラグアイ対アメリカの結果を別撮りで追加するよ。動画は連続でそのままに見えるけど。ってことで今のうちにチャンネル登録して待っててね。高評価ついでにコメ欄でこの試合の感想なども。それでは次にパラグアイ対アメリカ戦を。はい、ということで今間もなくアディショナルタイムになるとこでアメリカ7対0でリード。はい、決まりっすね。えげつなくて草。試合終了の笛が吹くまではまだ確定ではないけど、事実上の確定だな。アディショナルタイム入ったけど今も治療してるし、 VAR もあったからかなり長くなりそう。9分だけどさらにあるだろうな。空気読んできっちり9分で終わらせるかもしれないけどね。まあとりあえずその瞬間を待ちましょう。9分経過したけどやっぱりきっちりやらせるな。この辺本当に真の性格出るわよね。はい、試合終了。韓国の突破が確定。言ったのは私たちでしたと。明日は日本の試合が8時からだったかな。あるのでそちらもリアルタイム編集で投稿予定。アジア最終予選関連の動画はこの後連投予定なので、チャンネル登録して待っててね。それではまた次回。戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うく主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。